杉本圭です。杉本圭が当てて、インサイド入ってきて、ペイントアタック、レイアップで決めていく。ここから大塚戻す、おっと、戻ってバックコートから、いや、一気に入ってくる、ここで、うん、ユーロステップからレイアップ決めていきました。エチェリケ、ハレルソンともに2メーター8センチです。外、お、ウィンガルジャンパー決めていく、スリーポイント。さあここからどうするか、アシュリーが来た、アシュリースクリーン、アシュリー、アシュリーフローター決まる、同点、同点に追いついて第1クォーター終了です。デバリスヘッドコーチが何か確認をします。さあアシュリーフローター決めていく、早めにボールを出してフロントコートに入っていきました。角度をつけていく、ウィンからスリーポイント決まる、見事チョン・ギボム、チョン・ギボムに激しいディフェンス、レオライオンズ、はチョン・ギボムにフローターに行って決まって、どうでしょうか、大塚のファールです。後半の立ち上がり、土屋がスリーポイント打ってきました。大塚キックアウト、木田隆明外して、ここからフローター決まります。前半は10点差が最大得点差でした。後半に入ってさらにその差が広がって、うん、エチェリケ一人外す、スクリーンがアシュリー、フローター、リング、リバウンド、押し込んでいった、アシュリーか、アルティーリに主導権移ります。レオライオンズ、ワースミスをかわしていく、踊るようにしてレイアップ決める。コロナ禍で感染症対策をしながらの声出し応援も帰ってきてますが、千葉フォートアリーナ、ユーロセンから決めていく、杉本圭、ファイヤーモンズ杉本入ってきて、外アシュリー握り拳を小さく、残り4分を切って3分45秒、杉本スピンを使っていく、外アシュリー、時間も考えながらレオライオンズレイアップを決める、外離していって、さあ残り15秒だ、リードは5点だが、スリーも決まる、スリー決まった、スリーポイントが必要なところでどこで打ってくるか、さあ放っていく、決まらない、試合が終わりました。110対107、ダブルオーバータイムの末